アンドゥクワ、本日はコスプレイヤーの何さんでございましたっけ、自己紹介をお願いいたします。今日はニコキュープロジェクトっていうサークルとして参加してますけど、私の名前はケーキ姫です。ケーキ姫、ケーキ姫さん、はい。どちらの国からいらっしゃったんでしょうか。オーストリアです。ドイツの隣でございます。ではもう英語、ドイツ語、日本語が、英語、ドイツ語、日本語はペラペラです。すごいですね。何年間日本語勉強してらっしゃるんですか。あ、日本のことですか。日本語は1年ぐらいでニコ生で勉強して、ニコニコ生放送してて覚えました。今何歳でらっしゃる。今は18歳です。18歳ですか。日本には今どれぐらい滞在してらっしゃるんですか。日本に引っ越して1年ぐらいかな。あ、もう1年も住んでらっしゃるんですね。はい。どんなアニメ、どんな漫画がお好きでしょうか。面白い系が好きなので、南家とか日常とか、でも他にも天元突破、グレンラガンとかも好きで、いろんなアニメ見てます。では最後に、肉球プロジェクトですが、こちらの、まあ、プレゼンテーションといいますか、宣伝を、カメラに向かってお願いいたします。今回は肉球プロジェクトっていうサークルを作って、初めての CD になりますけども、私はなんと歌とイラストも担当してて、このイラスト描いたんですよ。なので歌もイラストも聴いてほしいですし、でも歌の担当はもう一人がいまして、めっちゃ大人っぽい声してて、その小峠舞さんの歌も聴いてほしいです。肉球プロジェクトよろしくお願いします。ありがとうございました。